ケチです。みかんです。今回、まあ、47都道府県グルメ、群馬県。群馬県。前回は、山形県だったんだけども、まあいろいろこう北は北海道から沖縄までずっとねご当地グルメを食べようかなということで、まあ今回は群馬県で、群馬県の郷土料理としてまあ皆様にこう応募して、まあその中でまあ2品選ばさせていただきました。はい、1品目、ブラ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 、もつ煮。もつ煮、もつ煮好きやし、よくさお父さんの動画で出てくるけど、うん、お酒飲む人が食べる、なんか大阪やったらどて焼きとか あんな感じなんだけども、圧倒的に評価あったんだけど、長井食堂っていうところのもつ煮がすごくて、まあどんなものかっていう、いやそこが有名なんや、うん、もう結構有名らしくて、でそこらもう取り寄せてきた、今回買いに行きたかったんやけどね。群馬に感謝、感謝。焼きまんじゅう、焼きまんじゅう、いや、まんじゅうを焼くってこと？まあそういうことらしいわ。酒の当てになる。焼きまんじゅうはどっちかって言ったらデザートっていう感じかな。甘いっていうわけじゃない。分かれへんね。見たら分かる。見たら分かるし、これから私が今回も作らさせていただくので、まあ調理するっていうのは温めるだけなんかもしれませんけど、はい、今回ね、いっぱいある中で、うん、あ面白いなっていうものがあったんだけども、それは毎回やるの。そうそうそう、予測のコーナー。ザク豆腐。ザク豆腐、なんかさ、うん、ガンダムでザクってやつおるよね。あ、言ってるよね。あれの形した豆腐。そう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 、これこれほら当たったんやけど。そのまんまや。そのまんまやね。関係だろ、群馬。群馬県で作られてるという。次はね、子供洋食。子供洋食、うん、子供が食べる洋食。うん、まあそのまんまやね。てかさ、それしかないやん。それ以外何が、それで和食出てきたらびっくりするの。これ県民賞でも紹介されるぐらいすごいんだけど、肉じゃがなんだけども、桜エビとウスターソースをたっぷりかけた。桜エビなかなか渋いよね、うん、まあでもウスターソースをかけることによって洋食風にする、まあ濃い味付け、ビールに合う洋食。子供の味付けじゃなくて、まあ大人洋食やね。そうそうそう。つい弁当なんだけども、なんかだるまさん弁当っていうのがすごく流行ってるらしくて、だるまさん弁当とあともう一つ峠の釜飯っていうのはなんかこう比べられるらしい。ちょっと見てみる。じゃあ、まあ、だるま弁当は大体なんかこういう感じかなって思うんですけど、うんうん、峠の釜飯、峠で作ったお皿みたいなやつにご飯が入ってる、うん、ちょっとこれ、あ、でもちょっとあ、まあ、ちょっと似てる、ちょっといや、びっくりした。ほんまにこれあれよ、なんて言うんか、まあ、その分かんないですけど、瀬戸物の入れ物に釜飯、ね、なんかあれなんかな、お祝い事とかに食べるか。いやこれ駅弁やね。あ、駅弁だ。駅弁、よかった、皆さん検索してみてください。峠の釜飯とだるまさん弁当、なんかそこのさ器自体お土産になるよ。ひもかわうどん、はい、ひもみたいに薄い、うん、要はそうめんみたいってイメージ。あ、そうそうそう、これ、あー、これ知ってる。なんかあるよね、めっちゃ太いね。え、これでもさ、ひも皮ってどういうことなの。皮みたいに薄い。まあそう、もう一つさらにえげつなやつあるね。えげつなやつがある。そう、鬼ひも皮。あ、わかった、わかった。何、何よ。ちょっと待って、一本に繋がってるやつ。あー、まあまあ見てくださいね。バン、まあさらに広いっていう。いやさ、全然分からへんかった。あれ一緒と思ってさ、まあ、写真で見たらよりするよね。そうそう、でもこれ普通に美味しい。まあ絶対美味しい、まあ好きやもんね、こういうのね。耳うどん、まあまあこれ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 、これうどんさ、でもあれ食べてみたいよね。食べてみたい、食べやすいし、そうそう、あと餃子やもんね。でもさ、うどんやからさ、タレにもよう絡むやつ。そうやね。あとこれプチ情報、群馬県のパスタの町っていうのはパスタだらけ。だからパスタになって、そう、パスタの町、高崎あっていうのがあるよっていう話。あるよっていう話。で、麺系が結構いっぱいあると。そう、麺系が確かにあるよ、ね、な。てか今日何飲むの。今日はですね、今日月の今日月ライチです。ライチって結構飲んでるし、ね、飲んでるし、めっちゃ好きですね。もうグッグッグッて、もうね、目の前にお酒も用意してあるので、はい、作ってきてください、はい。で、これからこのネット注文したのを開封させていただきます。今回は調理しません。はい、こちらもつこ。いいですね、もつこ T シャツとかあったら着たいですね。では開けます。じゃあ、よいしょー。おー、大きい。あの3人前で3袋注文しました。鍋に水を沸騰させてくださいということで、この湯煎するということですね。わかりやした。ちょうどこんにゃくと味噌、七味唐辛子、ニンニク、砂糖、ごま、牛乳、珍しいですね。七味唐辛子とニンニク入ってるホルモン、最強ですね。真心の味、いやー楽しみです。
こちら、バン、あんこ堂の焼きまんじゅう。ここにこう配達されて、やっぱ開けて食べるっていうのはいいんですけど、こういうね、袋あったら、現地に行った感が出てきます。お家で食べる焼きまんじゅうの焼き方ということで、電子レンジで少量の水で1分ぐらい加熱ということですね。魚焼きやフライパンなどで両面をきつね色になるまで焼くと。両面焼けたら味噌ダレをかけながら、さらに両面焼きするということですね。これ皿に持って、で再度味噌ダレをかける。いやこれは美味しそうということで、調理スタート。今もつこを鍋で湯がいてる間なんですけども、その間に焼きまんじゅうを開封します。ではパリーン、うおー、大きいですね。一粒一粒大きくて、あ、これが甘ダレですよね。こう串に刺して食べるんですね。てか何これ、ほうきみたいなあるんだけども、なるほど、このハケで塗るっていうことですね、この味噌ダレを。では開けましょうか。見た感じふわっとしてる感じがしますけども、蒸しパンのようにも思えますね。よっしゃ、娘と私の分をチンします。そう、串に先刺そう。串に刺して、まあ軽く水をつけてから電子レンジで加熱すると。では温めます。うわ、きたー、ほわほわ。このまま食べたいぐらい。このほわほわの状態でタレを2、3回つけながら焼いていくという。では、塗っていきまーす。こんな感じかな？ちょっとこれ自体どんな味だろう。あー、すっげー、味的にみたらし団子の甘さプラスアルファ味噌っていう味がします。ダーン。では、焼いていきます。こうしたらいいかな？おっきいなぁ、このサイズ感。焼いてる時にこの反対側を塗っていくと。これ絶対うまいと思うわ。うわぁ、いい、いい。うわぁ、すっげぇ濃厚な香り。これをちょっと横の方に置いてですね、ここで煮込みの方を温めます。もつく温めました。まあ、この中に全部入らないかもしれないので、まあ、一旦別の容器のところに。あっちょ、あっちょ、待って、あっちょ、あっちょ、うわぁ、うまそう。やっぱこう、ニンニクの香りがすごいしますね。これを先のところに移します。これはたまらないですね。酒飲みおすすめ。豆腐とか、いろいろこう入れた方が美味しいですよというコメントもあったんで、別の機会にしようかなと思います。この上からネギをどっさりと。完成！これ来たよ、これ。めっちゃ美味しそう。やば、かなりいい匂いする。そうやろ、あのタレかけて焼いてるから。でこれハケのね、ハケで、ハケで塗って。ちっちゃいの大きい。そうそうそう、小学校以来もう持てない。わあ、いい匂いする。でこれがもつっこ。最近ね、うん、すごい飲みたい日が多くなってきて、寒いからかな。こう今日は何飲もうとか言う、食べる前にいつも言ってるもんね。そうそう、今日は飲むやつに合わせてご飯選ぶみたいな。DNA 引き継いでるね。でもまずはもつ煮からいただきましょうか。はい、あちょ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 、ネギたっぷり入れた方が美味しいということで買ってきてもらったよね。さっき買いに行かされました。そう、では長井食堂のもつっこいただきましょう。いただきます。うん、おいしい。うんま、柔らかい、うん、めっちゃ柔らかい。タレがすごい濃厚。うん、これ日本酒合うわ。ちょっと乾杯しましょうか。乾杯、乾杯。飲みかけ。乾杯。乾杯。あ、うんま、合う。うんま、めっちゃうまい、うん、あかんわ、最近あかんわ。うまいわ。なんかうまーとかじゃなくてうまいわーってわかる。わかる。普通に美味しい。タレがあるからうどんとか何か入れてもいいし、うん、これそう、なんか豆腐も入れても美味しいらしい、うんうんうん、豆腐と一緒に。再生ボタンっていうか録画ボタン押すの忘れてたから、ね、ニコヤ実はね、ちょっと食べた後なんですよ。そうだってさ、かしてるもん。もうかしようもない状態だね。いやでもほんまに美味しいです、普通に。で乾杯しましょうか。二度目の乾杯。二度目の乾杯。乾杯。乾杯。うわ、うまいねー。乾杯はね、いちいち何回やってもいいと思う。その通り。なあ、もう毎回飲むためにやってもいい。やってもいいと思う。テンション上がるしな。うん、おいしい。これはたまらんね。ほんまに柔らかいね。びっくり。あー、うまい。この弾力なんて伝えたらいいかな。なんかね、もつってやっぱりこう弾力を楽しむものもあんねん。もうこれそんなこともない。噛んだらスパッとなくなるっていうか、すごく煮込み込まれた、まあ、牛肉を食べてるような感じ、うん、この食感すごい好き。もう長井食堂ハマったんじゃない。いや、ハマるよ。かける、かける、これかける、かける、やってみる。面白いで、なんか可愛いね。これどこで買ったの。
これはね、あんこ堂の。かわいい名前だよね。そう。あんこ堂って言ったら、ただって言ったら、なんかかわいい感じやんか。うん、でも漢字で書いてんね。渋い。なんちゅうかな。これデザートなんだけど、これお酒にも合う。タレ甘くて美味しい。うん。子供、うん、とかでも全然おやつで普通に食べれるやん。これめっちゃ気に入った。お、気に入った。うん。また予約しとくわ。でこれね、ニンニクが結構入ってる。うん、うん。やっぱりこう味噌とニンニクってすごく合うと思うし、うん、でやっぱりこうちょっとピリ辛やから苦手な方はおすすめでもないんだけど、うん、どこまでもピリ辛でもないし。うん。まあでも普通にほんまに美味しいです。うん。一個いいですか。はい。この前謎になんか、うん、悩み聞いてくれたやんか。突然聞いちゃったね。そう。そう。なんで、あれば聞きます。ああ、本当ですか。うん、悩み、うん。悩みはね、ダイエットがなかなかこう続かない。もうそれはね、己の心に聞くしかないです。でも私の場合はこう、食べ飲みをこう、やっぱり動画の主軸としながら、まあね、お家でも美味しいご飯を食べてるので、その環境下でどうしたらいいのかっていうね。そうそう、問題はその仕事でまあ食べるっていうのはまあ、うん、あれやけども、はい、そうプライベートでもう食べ飲みしちゃってるやん。ほんでそのままね、まあ、もう今寝たらあかんよっていうタイミングでもうスピーって寝るから、うん、そりゃもうでかくなるだけ。うん、ああ、わかるわ。わかるわって自分やね。わかるわ。そう、よくわかるわ。でもね、健康管理は大事やから。そうやね。だ目標は今、89から90キロちょっと行くぐらいなんだけど、うん、まあ来年は85キロぐらいを目指したいね。よろしければコメントで。健康的に痩せる方法みたいななんかご伝授いただけたと思います。次回の47都道府県のご当地グルメなんですけども、千葉県のご当地グルメを紹介いっぱいしてください。その中で選ばさせていただきますので、よろしくお願いします。本当にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後はですね、持つポーズで終わりたいと思います。最後、持つポーズ。はい。せーの、さよなら。求めてるのか時にさらわれたまま戻らない君にさよならをつけるその時は僕は笑うことができずにいたんだろうその後で振り返ることはしの夜は真っ白な景色だけを覚えているそのぬくもりその優しさ今では思い出だと認めたくないから「